はい、今日はですね、バックドアの中に照明を埋め込んで、夜釣りとかそういうのにね、使えるようにしたいなと思います。はい、でですね、まずこいつですね、こいつを外して中のモーターをね、抜いていきたいと思います。はい、いつもとね、ちょっと違うバージョンでナレーションを入れながら動画説明していこうかなと思いまして、まずですね、これワイパーじゃくちゃ硬くて、結構スムーズに取り出るように編集してますけど、実際はヒーヒー言いました。なのでこういう時はまあナットを仮止めしといて、まあプラハンとかキーハンマーでね、木槌とかで殴る方がまっすぐ取れるのかなと思います。それでですね、緑色の中レバー見えてるんですけど、あれは、前回の動画で内側から開けれるよっていうね、ものになります。見てない方はまた、後で見てみてください。まあ内側からね、これ開けれるとかなり便利なんで、ね、バモスの特権というか、それをふんだんに使わさせていただきました。はい。でですね、今現在やってるのは、モーターの取り外しです。ワイパーモーターですね。これがね、本当は、カバーをはめるピンが、そこにおるんですけども、まあ、スペースがかなり狭くなってしまうのと、まあ、後ろに干渉してガタガタするのが嫌なんで、ステーだけ外れとったんですけども、もうあえてモーター全部取り外しまして、別でステーを作ることを決めました。ちょっとね、先ほどくり抜いたのにカメラ回ってませんでした。はい、続いてですが、電池を交換するタイプなんで、できればあんまり大掛かりなことをしたくないということで、こういうものを貼っていきます。はい、でですね、この作業なんですけども、まあ4台ぐらい、過去に作ってきたんですけどね、キャンピングカーっていうのをね、プラスチックと、まあ、何かをこう合わせて組み合わせるときは、もう大体スポンジを間に入れておった方がいいっていうことが分かりました。よくボンドとかコーキングとか、使う人もいると思うんですけど、基本的にね、コーキングとかは一切僕は使わないですね。なんかのシーリングするとき以外はね、しないです。まあ、こうやって電池交換もしたりね、しないといけないかったり、まあ、綺麗に、まあ、打てばね、全然それで一体感あっていいと思うんですけど、もしものこととかいろいろ考えると、まあ、コーキングっていうのは後処理がすごい大変で、基本使わないですね。次はここからこの、でですね、この上側にピンが2つ見えるんですけど、このピンが本当はボディ側に刺さるようにステーがあるんですけど、今回もモーターを全部取り外してステーをもう使わないということで、ふんだんにあのスペースを使いたいということで、ステー化してます。でこのステーなんですけども、マジックテープでこの白いライトを固定して、で90度に今折ってるんですけど、2角でもう1個折り込んで、まあそれとプラスチックをボルト止めすることで、あの一体型としてまあ接続できるかなということで、こういう方法をとってます。まあ本当はね、
まあ、横と、カバーの横同士で、まあ、ライトと接合したりとかね、いろいろしてもいいと思うんですけど、まあ、あんまりもうネジが見えるとこは集中してネジを使ってる方が、まあ、見栄え的にもいいんちゃうかなということで、もうサイドとか下とかあえて、使わずにネジをね上側で穴を開けて、使い方にしてます。下のカバーの爪は差し込みで純正通りに取り付けするんですけど、上側は、バックドア側に、まあ、穴を開けた、ネジ止めをしています。続いてここを折り曲げます。寸法はバッチリだったんで、こう掘り落としていきます。こういう感じで切り替えてます。一応これで
止まりました。で、こんな感じで、ここに、まあ一応スポンジをね、保険で入れておいて、まあ、多分大丈夫と思うけどね、ガチャ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 音がすると鬱陶しいなと。で、最後にここに穴を開けます。一応ここにつけます。ここの先端がね、ちょっとまたボディアールに沿ってないので、ここでそれを最後叩いて、ここかな。人もいるいると思うんですけど、もうやるんだったら徹底的にねやりたいんで。これでボディ形状に沿ったのちゃうかなと。来ました。ではとりあえず仕上がりはこんな感じで、ボディに沿ってはい。でですね、今回はこれもつけました。ライトとで、ロッドスタンドがねちょっとだけ取り付け位置が変わりました。はい、今曇り空なんですが、まあ、これがどれぐらい明るくなるかつけてみます。でこれをはい、うん、めちゃくちゃ明るいですね。めちゃくちゃ明るい。そしてですね、ここにも実はライトがついてて、これもこんだけやればもうめちゃくちゃ明るいです。ということでね、ダブルでやればこんだけこんなに変わるっていうね、上ついてないです。はい。でこれしても、はい、こんな感じで。はい、明るさも今こんな感じなんですが、こっち側も、はい、こんな感じで。まあ、だいぶ明るいと思いますけどね。はい、でですね、
今回はこれもつけました。